そういえばホロライブのバイス・シュバルツで見る、バイス・シュバルツ出るけど、ミコチのカードがパワー3500に統一されてて愛を感じたね。え、そうなの？ちょっと今知ったんだけど。そうなんだ。すごーい。バイス・シュバルツ。もうすぐだもんね、バイス・シュバルツ。いや、バイス・シュバルツとコラボさせてもらってんのに、バイス・シュバルツがさ、うまく言えないんだけど。いや、マジで。みんなぜひね、買ってちょんまげた。いや、ミコがすごい愛感じるなって思ったのはね、グッズのね、イラストを使用してくれてるんだけど、その、なんか、どん時のグッズかっていうと、ミコのね、確かイラストのやつはね、ミコが復帰した時に出した、復帰グッズだったんだよ。復帰&、まあ、ね、2周年みたいな、お祝いグッズみたいな感じ出して、ちょっとね、パンツが見えてるやつなんだけど、一番出した中でちょっとエチエチな感じの、エチエチな感じのイラストのやつなんですけど、そう、そのカード、そのイラストをカードにしてくれてて、これ、みんなお待たせ、さくらみこ。めっちゃ可愛くない？サインもね、ちゃんと書きましたから。さくらみこ、にゃはよー。ちゃんとね、パンツも見えてる。やばいよね、これね。これ太ももが、太ももとミコの横乳が、すごい。あと、金時もミコピーもね、ちっちゃくいる。ちょっとかぶってるけど、ミコピーもいるよ。ねえ、夏のグッズの手だったから、夏っぽい感じになってんだけど。さあ。ヒムパンがニャンハローしてる。そう。ぜひね、ゲットしてください。